米政府のスティーブン・ビーガン北朝鮮担当特別代表が来週、韓国、中国、日本の三角にを歴訪する。米国防省は6日、先月就任したビーガン代表が来る1から15日、ソウル、東京、北京を相次ぎ訪問する予定と明らかにした。ビーガン代表のアジア歴訪は就任後初となる。 フォードモーター副社長出身のヴィーガン代表は当初、先月末に予定されていたマイク・ポンペを国務長官の訪朝に同行するはずだったが、ドナルド・トランプ大統領が、北朝鮮の非核化が進展していないとして包丁を取り消した。ただし、国務省はヴィーガン代表が今回のアジア歴法で北朝鮮を訪問する計画はないと説明した。 韓国外交部によると、ビーガン代表は日中韓参加国訪問の最初の日程として10から12日、韓国を訪問。公共は外省、井戸文朝鮮半島平和交渉本部長と会談する予定だ。